さんこんにちは。山口農園の山口由美子と梅藤子でございます。今日はですね、この梅味噌とそしてレタスを使った梅味噌担々麺を作りたいと思います。とっても簡単なのでぜひご自宅でも試してみてください。ではですね、こんな感じでここにごま油をひきます。今ごま油をひきましたけど、サラダ油でも大丈夫です。そしたらですね、少しここにニンニクをちょっと入れまして、いい香りがするように炒めます。ちょっと怖いですね、バチバチね。そしたらここにひき肉を入れます。ひき肉を入れて、ここに生姜をこんな感じで入れます。こんな感じでよく炒めます。いい香りがねしてきますね。そしたらこんな感じで炒めましたら、ここに、お水を入れます。ジャ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 。そして、少しだけですね、ちょっと出汁を、中華出汁を入れたいと思います。中華出汁を入れます。次はですね、この梅味噌ですね、梅味噌を入れたいと思います。梅味噌はこのままチューブでザーッと入れていただいても大丈夫ですし、私みたいにですね、こんな感じでお皿に出して入れても大丈夫です。こんな感じですね。でこの梅味噌の中には実はニンニクと生姜が入ってるので、改めて先ほど炒めた時にニンニクと生姜を入れなくてもいいですけど、私はニンニクと生姜が死ぬほど大好きなのでたくさん入れたいと思います。こんな感じですね。もうちょっと入れますね。でお好みでここに豆板醤を入れられてもいいと思います。ただこの梅味噌の中にもですね、実は豆板醤が入ってますので、まあ、どちらでも大丈夫ですけど、こんな感じで入れます。これで梅味噌担々のスープが出来上がってますので、これを止めまして、あとはですね、先ほど麺を茹でてありますので、麺を茹でてこんな感じで切ります。切ってこの中に入れます。そしてはい、先ほどのですね、シャキシャキのレタスをこの上に乗っけて、はい、梅味噌担々の出来上がりです。いかがでしょうか。とても簡単でですね、ある材料でできるので、とても美味しく、簡単に安く出来上がると思います。ぜひ皆さん試してみてください。